今回のミッションに勝利すれば特別報酬を支給しよう。はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリです。カッコ仮ジオなんかなくたってガンダムオンラインにやっていきたいと思います。出撃する機体を前回と同じ機体です。なぜならマップが一緒だから。なんだこれ、ほんとね、グリップス2しかやってないような、そんなイメージ。まあ1日1戦しかやってない戦もあるんですけど、いやー、その一戦になぜここですかね。こう一番全マップの中で一番嫌なんですけど、いやー、なんでだろう。まあでも3行こうって言ってくれてる人がいるので、まあちょっとマシくなのかな。特にね、左官戦場のここはちょっとなーっていう。ジオでもこっち来ますか。サラミスへ行きたいですよね。オープンね。自軍本拠点前が攻撃されているぞ。マジか。まあ戦艦破壊したのはまあ OK かなって感じだけど、あとはいかに守れるかだね。3を見せて、ちょっと3対1はきついな。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるの指揮官から指示が届いているぞ。ここ3守んなきゃダメだよ。ここまでだ。植物アウト。あー、なんだこれ。3333もうちょっと踏まないと取られてるじゃん。この辺の人は何やってるかな。指揮官から指示が届いている。踏まないとさ、弾止まっちゃったよ。
これってあ、そっか、これか、骨のせいだ。いけないな、こっから。あー、くそ、2対1はきついわ。ちょっと3取られちゃダメじゃん。全然ダメだよな。なんで取られちゃうかな。ほんと弱いよね、ジオン。ここ1回取られてさ、大変なのにさ。いやー、大変なの知ってるでしょうね。いった、危ね。拠点の制圧完了だ。指示が届いている。うーん、ここね、ちょっとここ守りすぎてるんだよな。まあ、向こうは任せてって感じにしかできないな。まあ、遠くから撃ってる分にはいいや。敵の戦艦が目障りだ、潰せ。あ、危ない。1回で走ったぞ。どっからだ。何だろう、あなたには負ける気がしないの。これダメだね、全然。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。3取られてさ、守る意識もないし、ちょっとこれきついな。3個用意を1人なすぎ。もうちょっとどうすんの。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。誰も来ないかんね。あそこまでせっかく行ったのに。なんだこれ。あそこまでせっかく行ったのにな。ちょっとこれもう勝てないよ。いや、きついね。もうほんと宇宙出ない人何なんだって感じだよな。
やべ、こっち一気に抜けたいでしょ。戦力ゲージが減りすぎだね。どこだ。ここまでだ、植物。よいしょ。いやー全然誰も踏み来ないな。きついよちょっと。 B、 まあ B 落とせればね勝ってるんだけど、どうする。こっちの Y はまだあるっちゃあるのか。でもここも多いからな。まあこっちは任せて3方面行くか。ただこれちょっときついんだよな、この機体。失敗よ。出れないな。敵エース機が撤退した。はい。まあちょっとでこんなに減るんかよ。冗談じゃないな。B 落としに行くか。じゃあこいつが B 落としても、 B まだ3分の1いってないんじゃないかな。ちょっとね地上にいすぎる。もうちょっと宇宙で戦える人いないときついよな。天の地上多いしね。アイコかよ。ほんとちょっと初期ジム後期ジムちょっとなんとかしてくださいって感じだな。今3行かないでいつ行くって感じだな。でしょ。自軍本拠点前が攻撃されているぞ。ワイ。指揮官から指示が届いている。補給機が破壊する。3から B 行けばいいんだよね。でそういう感じがないからな。自軍戦力ゲージが残り 50% を切った。ちょっとな。
退した。出撃する機体を選ぶがいい。機体がない。機体がない。出撃する地点を決めるのだ。機体がないなぁ。5分を切った。あのね、3初から3をこだわってないからダメなのよ。3捉えちゃったじゃん。3から B ならすぐなんだぜ。正面から無理やって。何度もやって分かってないのかな。分かってないし無理よね。もう3は無理だよ、これは。でもね、3取ってればすぐなんだよな。動いようよ。敵の戦艦か。目障りだ。潰せ。指示が届いているぞ。いやー、一発で終わりですか。ちょっと期待に下がりすぎるよ。B 中央突破とかね、無理だって。全力で守ってくるんだから。3から行けばすぐなんだよね、 B はね。でももうこの時間じゃ無理。 B 取ってないし、3取ってないしね。B 中央突破とかはね、遺憾時代の話やね。ああ、地雷？敵兵力に打撃を与えました。地雷だらけだよ。出撃する機体を選ぶ戦力ゲージが残り 50% を切る。まあ無理だね。 Y と X 死守とか意味わかんないし。死守したって何したって負けは負けじゃん。死守とか意味わかんないよこれ。守って何をするんだ。自軍戦力ゲージが残り 30% を切った。どうしようかな。もう時間がないよね。さて、バレてるわ。ちょっとしか入んないよ。やっぱ 3から行った方がいいよね。裏側だもんね。正面からきついって。ま
あ守ったところでって感じなんだよな。もうまあ割とザルっぽかったから地雷だよ。地雷3つぐらいあったね。無理だって。地雷もあるし3からだよやっぱり。無理だね。抜けてる人もいるしな。もともと2人違うね。1人ずつ抜けてるんだね。突力はあったのに警備差があまりにもありすぎるね。個人の評価だ。敗北か。だと近いんだけどね。ジオンが弱すぎるんですね。特にグリプスはねひどすぎる。グリプスは弱すぎるね。あまりにも正面突破とかはね、異感戦場だったらそれはできると思うけど、左官戦場無理だと思うよ。まあ召喚戦場はもっと無理だよね。私とてそれほどということで、長くなっちゃった。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。切るの忘れてた。